どのクエストにする？見て、すごいよ。真っ白いお城に真っ黒いお城。なんだか嬉しいな、あなたと並んでこういうところにいられるのが。私を特例でアークスにしてくれたシャオ君のおかげだね。お？この星の原住民なのかな。あの私たちは。ミカスカバー、長馬ソキン来てくださるか。お前知るわ、フラシもいる。ドメスト貧相なハズコデニベロフィフトノルフセアチョウを今選ぶのだ。アリス、見本役だからなんて言ってるか全然。今の人、何か様子が違ったね。ミカスカ、お出てきたぜ。今とノルフコロのもとへらまん。おいえ、いなりすといて、たまそく今。ああ、もう、あがめられてるような気がするけど、何が何だかわからない。このままじゃ拉致が開かない。戻ってシャオ君に相談しよう。いやはや大変だったね、二人とも。シャオ君、こうなるの分かってて私たちを行かせたでしょ。実地でデータを集めた方が翻訳は早く進むんだよ。ちょっとずつ翻訳はしてたんだけど、今回の二人のおかげで翻訳に十分なデータが集まった。幸い言語は成立してるみたいだし、次からは聞いたり喋ったりした言葉を自動翻訳するようにしておくよ。私たちが崇められてるようだった理由とかはわからないのかな。そっちは不明だね。惑星ハルコタンの文化が関係していると思うから調査してみないとね。調査ってことはまた囲まれて崇められるんだよね。
今度は何言ってるのか分かる状態で。嫌われるよりいいんじゃない？ま、それもアークスの仕事なんだよ。特例許可のアークスさん。おお、おお、巫女様、巫女様じゃないですか。あ、ちゃんと翻訳できてるけど、巫女様って何のこと？巫女様は巫女様でしょう。それより聞いてください、巫女様。あの不埒な黒の民どもが。いや、ごめんなさい。よせ、困っているだろう。ことしろ。巫女様への進言は巫女の守り人である私を通す。それが決まりのはずだ。分かっている。巫女様、それでは失礼します。ありがとうございます。でも私たちはその巫女様っていうのではなくて。分かっている。それより聞きたいことがある。あなた方と同じぐらいの体育をした偉そうな女性を見たことはないか？偉そうな女性？私は見たことないけど、あなたは？そうだ。もし見かけたら、この琴城が探していたと伝えてほしい。言っちゃった。琴城さんでいいのかな？他の人とはなんだか雰囲気が違ってたね。あの人とならお話できそうなんだけど。あ、先輩、こうして二人で会うのは久々だな。ここのところアークス自体がずっとバタバタしてたから、こうして会えるとホッとする。先輩、今更だけど言わせてくれ。ありがとうって。アークスは先輩の力で救ってもらったようなものだろ。きちんとお礼言わないと。それとごめん、先輩のこと何も手伝えなかった。先輩の前に立ちはだかることがなかったのが救いだけど、ごめんなさい。でもアークス全員が敵に回ってそれでも諦めなかった先輩は本当すごいと思う。俺も先輩と一緒に戦えるようもっと頑張るからさ、これからもよろしくな。ああ、どうも。ウルクは今アークスシップ内の設備改良について相談に行ってます。そろそろ戻ってくるとは思いますが、多分その後もすぐにどこかへ飛び出していっちゃうと思いますよ。何せ今の彼女は水を得た魚のように生き生きしてますからね。何何、二人とも私の話？でもごめん、次の予定も決まってて資料整理とかしなきゃいけないの。
そう言うと思って、資料はもう整理しておいたよ。医療チームの稼働状況についてでしょ。お、さすが、察しがいいね、テオ。福利厚生をきちんとするのも重要だけど、それを支えるチームのフォローもしっかりやらないと。だからね。そうやってみんなのために頑張るのはいいけど、過労とかになったらどうするの？過労か。テオやあなたは今の私が倒れそうって思う？まあ実は僕も同じ意見なんですけど。ならまだ大丈夫でしょ。確かに私はちょっと無理しちゃうことが多いけど、テオが大丈夫と思うなら大丈夫だよ。逆に二人が危ないって思ったら私もしっかり休むからさ。それまでは頑張らせてほしいかな。だからテオもあなたも私のことちゃんと見ててよね。やあ、こんにちは。久しぶり。元気にしてた？研究室がなくなっちゃったからこっちはもう暇よ暇。まあその分アイドルとしてたくさん活動できてるし、楽しいっちゃ楽しいんだけど。はあ、いっそのことこのままアイドル活動だけに専念しちゃうのもありかなーなんて。私はその方がいいと思いますよ。げえ、何しに来た陰険メガネ。少し雑談でもと来ただけなのに、随分なご挨拶ですね。ま、当然の反応でしょうが。クーナさんのおっしゃる通り、研究室は凍結されました。我々もお役御免です。もとよりクーナさんは戦闘に向いてないわけですし、これ以上無理をして戦う必要もないのでは？その通りだけど、あんたに言われるとなんかムカつく。ねえ、あなたはどう思う？これでもやりたいことをやってるつもりなんだけど、無理してるように見えるのかな？むむむ、どうしたもんだろう。アークスとしての活動もやめたいってわけじゃないんだけど。まあそう急いで決める必要もないんじゃないですか。あなたはもう自由なんですから。尺だけど、あんたの言う通りかもね。ああ、のんびり身の振り方を考える時が来るなんて思いもしなかったな。おや、こんにちは。誰かと思えばあなたか。もう一つ気配を感じたんだけどな。まあいっか。のんびりだべりたいところだけど、残念、今日は先約があるんだよね。おい、あざなみ、勝手に先行するなと言っただろう。お前こんなところで奇遇だな。俺はこいつに壊れてパーティーを組んでいるだけだ。という建前でのデートです。断じて違う。そこまで全力で否定されるとそれはそれで傷つくな。いいから任務を続けるぞ。はいはい。
い、了解だよ先輩。それじゃまたね。お前も勘違いするなよ。そういうのではないからな。分かったな。していて、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかしら。くだらないことなんだけど、任務だったら男女二人きりでパーティーを組んでもおかしくないわよね。じゃあその腕を組んだりするのは任務というよりも、一緒に遊んでいるようなのはどうなんだろうって。別に誰の話でもないわ。ちょっと気になった。それだけなんだから。ただよくわからないけど、すごくモヤモヤとしてイライラしてしまって、ごめんなさい。こんな曖昧な話をされても困らせるだけよね。今の話は忘れて、私が気にしなければそれで終わり。そう、私が気にする必要なんてない。そんな必要ないはずなのに。良い子のみんな、元気にしてたかな。お久しぶりです、パティちゃんです。どこ見てんのパティちゃん。あ、どうもティアです。なんだかこの挨拶も久しぶりな気がするね。ほんと、いろいろあったもんね。あんなことやこんなこと。何も覚えてなさそうな顔だね。さてさて、しかしアークスの私たちには休んでる暇などありはしないのでした。ここ新たな惑星ハルコタン、白と黒のコントラストが綺麗。見た目の感想なんて聞いてない。なんでも新しいダークファルスの反応がこの惑星にあるって話。原住民もいるみたいだけど、あんまり話を聞かないかも。うまく交流できてるのかな。交流にうまいも下手もない。当たって砕ける、ただそれだけ。フォローに回される方の身にもなってほしいんだけど。すごいですわね。お噂はかねがね伺っておりましたが、直に見ると迫力が違います。そんなとてもお強いあなた様におすすめしたいクラスがあるのです。少しお話聞いていただけません？カトリ、押し売りみたいな真似はよせ。我々の品位に関わる。ちょっとサガさん、邪魔しないでいただけます？今私はこのお方とお話ししていますの。お前の好き勝手を許すと任務に支障が出ることは統計的にも明らかだ。同じバウンサーの試験運用役として感化するわけにはいかん。はいはい、わかりました。まったく、うちのお父様のように細かいことにうるさいんですから。
私はサガ、彼女はカトリ。アークスに認可された新クラス、バウンサーの試験運用対象だ。それと、バウンサーというクラスの広報宣伝も担当しております。そこでカトリは実力者であるお前に目をつけ、宣伝に利用しようと考えたようだ。サガさん、誤解を生む言い方はやめていただけます？そんなの関係なく、私は純粋にこのお方の実力にベタ惚れなだけですわ。そのままバウンサーになって私と肩を並べて戦ってくれたらと考えはしましたけどね。バウンサーとは、簡単に言えば近接戦闘を行う支援役。最大の特徴はその武装だ。私の使うジェットブーツか。私の持つデュアルブレードを主戦武装としていますわ。クラス確立こそしたものの、データが足りないということで我々が実践試験を行っている。きちんと説明するということは、サガさんもなんだかんだで協力してほしいと思ってるのでは？私は試験運用役としての責務を果たしているに過ぎ、行くぞカトリ。はーい、ではまたお会いしましょうね。ご機嫌うるわしゅう。こんなところでお会いするなんて偶然、いえ、これはもはや運命と言っても過言ではありませんね。補足をさせてもらおう。カトリはお前を探し回っていた。任務に支障をきたすレベルでだ。さて、こうして会えたのも何かの縁。ぜひこのデュアルブレードについて説明させてくださいな。私の愛用するデュアルブレードは、その名の通り二刀流の武装です。ツインダガーではありませんよ。デュアルブレードの最大の特徴はその扱いやすさにあると思いますわ。未熟な私でも容易に扱えますからね。自分の未熟を認識しているのはいいことだが、宣伝に利用するな。デュアルブレードはうまく立ち回りさえすれば絶えず攻撃を出し続けることも可能だ。扱いは簡単だが、それだけではない。慣れれば非常に強力な武装となる。ぜひぜひあなた様もデュアルブレードを使ってみてくださいね。それでゆくゆくは未熟な私をご指導いただければと思いますわ。それほどまでに未熟を痛感しているのなら話は早い。カトリ、今から特訓を始めるぞ。え？あ、いえ、私は特訓したいと言ったわけでは。ちょっとサガさん、冗談って言葉ご存知ですか？目が本気すぎやしませんか？こんな特訓続けてたら私いずれ死んでしまいますわ。あなた様は素晴らしいタイミングです。どうぞちょっとこちらへ。カトリ、特訓はまだ終わっていないぞ。サガさん、サガさん、特訓なんかしてる場合じゃないですよ。このお方がジェットブーツの性能についてお聞きしたいとのことですわ。随分と都合のいいタイミングだな、カトリ。まあいい、無下にしては任務に反する。説明させてもらおう。ジェットブーツは、キ
脚部に装備する独特な武装だ。最大の特徴は武装自体にテクニックをチャージすることで属性変化や威力増加を起こせる点だ。つまりこう見えてジェットブーツは砲撃武器に属する、テクニックに依存する武装だ。それゆえ本来この武装についてはキャストの私よりニューマンであるカトリの方が向いているのだが、ただでさえ露出多めの格好なのにその上さらに足を振り回すなんてはしたないですわ。キャッ、カトリは未熟が過ぎるためとても任せられん。団内ご意見ありがとうございます。さて説明はそんなところか。試験運用役としての責務も果たした。ではカトリ、特訓を再開するぞ。え、あ、いえ、そのちょっと私気分が悪くて。体調不良か。そんなもの動いているうちに忘れさせてやろう。それ全然いたわってくれてませんよね。まもなくショップエリアにてステージライブが開催されます。ん？まあお前か。少し話を聞いてくれないか。伝え方が難しいんだが、俺は何か他人の気に障るような真似をしていただろうか。なんだか最近知り合いに避けられているような気がしてな。いや、任務などで一緒の場合は特に問題はないんだ。そうではなく、俺の気のせいならいいんだが、だがしかしあいつの表情は嫌にぎこちなく見える。己の行いを正そうにも原因がわからないのではな。ああもう全くフォースは面倒だ。気に入らないことがあるのならさっさと口で言えばいいだろうに。ちょっと今は会いたくない人がいて警戒してた。その人のことは別に嫌いってわけじゃないの。一緒の任務はきちんとやってるわ。けどそうじゃない時に話すとなると別なの。うまく話せなくて不自然になっちゃうから、それなら離れてた方がいい。お互いのため。私はそう思ってなるべく距離を取ってるのに、でもそれなのにそういう時に限って勝手に近寄ってきたりする。本当ハンターはいつもそう、自分勝手でどんどん突き進んで本当に迷惑。あ、いいところに。ちょっと疑問というか気になることがあるんだけど、ハルコタンの白の民の人たちってダーカーと戦って大丈夫なのかな。ほら、時々戦いを手伝ってくれたりしてるんだけど、あれが原因で侵食されたりしないのかなって。また会ったな。
戦の鎮圧に協力していると聞く。白の王に成り代わり感謝。あ、ご丁寧にどうも。じゃなくて、あの琴城さん、聞きたいことがあるんだけど。白の民の人たちに何か変わったこととか起きてない？ん？その発言の意図がよくわからないが、特に連絡は受けていない。そっか、白の民の人たちは侵食とかされないってことなのかな。私にはあなた方の危惧がいまいちつかみきれていないが、おそらく巫女様の加護のおかげだ。巫女様の加護？しかり、この星に住まう民を悪意と害意から守る巫女様の力、それが巫女による灰の加護である。加護か。それがダーカーの侵食からみんなを守ってくれてるのかな。あ、ほら見て、あの人、この前の。声かけてみようか。何か私に用向きか。え、なんでわかったの。見ずとも気配でわかる。いいな、見ることは元よりかなわないがな。あなた、目が。その通りだ。だが目が見えぬことも不便ばかりではない。あなた方が巫女でないことも何もかもを感じ取れる。私に同情していることもな。ごめんなさい、不愉快だった。あなた方の思考は新鮮だ。白の民とも黒の民とも違う。穏やかで温かい。とかく私のようなものを排除しようとするこの星の民とは全く違う。面白い。この星を二分する民族、白き領域に白の民、黒き領域に黒の民、英類の川を境に不可侵としている。だが先日から黒の民が白き領域に踏み込んでくるようになった。掟を破りし者どもに罰を。その号令のもと白の民は待っている。灰の巫女の降臨を。灰の巫女。社に踏み入るか、黒の民よ。下道の道だぞ、それは。私は森人の責務を果たしに行く。さらばだ。森人の責務って戦いが起こるってこと？やっぱり戦いが起きてる。琴城さんはこれを予見してたんだ。
ダーカーの反応もある。やっぱりこれ、私たちにも関係のある戦い。巫女様、巫女様、我ら白の民をお助けください。黒の民がかつてない規模で川越を、なんと下劣、なんて愚か。巫女様、どうか神罰を。いや、私たちは巫女じゃなくて、巫女様。ああ、もう何でもいいから、琴代さんはどこへ行ったのか誰か知らない？誰か教えて。森人琴代？森人など必要ありませんよ巫女様。巫女様がいらっしゃれば。そう、巫女様が降りさえすれば何も問題はないはずです。ささ、巫女様、我らに示してください。そうです、巫女様、愚かなりし黒の民どもに神罰を。そういう、みんなで誰か一人を持ち上げてるの、私嫌い。答えて、琴代さんはどこ？琴代は、確か灰の社へ向かったのを見たが。どっち？あ、あっちです。行こう。したんだろう私。ありがとう、あなたにそう言ってもらえると気が楽になるよ。なんて言ったらいいんだろう、本当に感覚だけだったけど、なんだか嫌だったの。その、この星の巫女様はもてはやされて、やりたくないことをやらされてるんじゃないかって。無理してるんじゃないかなって、そんなことを考えちゃったらなんだか抑えきれなくて。私、巫女様でも何でもないのに勝手すぎるね。反省、反省。うん、反省したからもうおしまい。琴代さんを探そう。黒の民っていうのだけじゃない、ダーカーも出てるんだ。私たちが助けてあげないと。なぜ来た？あなた方には関係のないことのはずだ。言う通り、
放ってなんかおけない。だってあそこにいるのは。へえ、この星の巫女を釣ろうと思ってたのに、これはこれは、これはこれは、思わぬ大物が引っかかっちゃったね。ダークファルス、そんなに睨まないでよ。おっかないな。怖い怖い、おっかない。アークスは本当におっかないね。はあ、もういいや、もうめんどくさい。巫女を喰らえば手っ取り早かったけど、出てこない臆病者に用はないね。そうだね、臆病者の巫女様なんて誰も彼もいらないよね。だからみんな全部まとめて壊しちゃってね。ダークファルスに操られてる。そんな、こんなに早く侵食が進むはずないのに。あの黒きわらしがそれだけの力を持つということだ。だがそのようなこともはや関係ない。巫女の社へ踏み入るだけでなく、巫女様を侮辱したその罪、万死に値する。すごい、あんな大きいのにやっつけられちゃったね。みんなやられちゃったね。思ったより頑張るんだね。すごいね、すごいすごい。それじゃあもっともっとすごいところ見せてほしいな。そうじゃないとつまらないよね。まだ来るの？琴城さん、ここは逃げた方が。巫女の社を守ること、それは森人の役目だ。あなた方だけでも逃げるといい。そんなこと言われちゃったらね。え、さあさあ、それじゃあ続きを始めよう。って、あれ、これは
灰の風。やれやれ、うるさくておちおち昼寝もしていられんわ。白も黒も、よくもまあ飽きもせずに、そう何度も何度も争っていられるの。呆れを通り越して褒めたくなるぞ。なんじゃ、揃いも揃っておるの。ここで宴会でもやるつもりか。だがあいにくわらわは今そういう気分ではないんじゃ。気を改めよ。あの大軍を消しちゃったの？ダークファルスも何もかも。消したわけではないぞ。あるべき場所に返しただけじゃ。ま、今頃は黒の領域じゃろうな。ことしろ。おお、ことしろ。このアホがなぜ逃げぬ。その身だけならまだしも、客人まで巻き込むとはまっこと愚かよの。返す言葉もありません。ふう、つまらんやつ。少しぐらい反論してみせよ。では反論させていただきますが、巫女様がお帰りになった際、社がなかったらどうされます？決まっておろう。ことしろ、そなたを殴る。ゆえに守り通したのです。わらわのげんこつが怖いと？星を砕くほどであれば当然かと。冗談を言うでない。わらわはこの星が好きなのじゃ。好きなものを砕くわけがなかろ。だがまあ、社を守ったことは褒めて使わす。ことしろよ。おっと、そうじゃそうじゃった。客人には礼を述べねばならんな。ありがとう、感謝するぞ。そなたと、そしてまとい。あれ、どうして私たちの名前を？かか、そのぐらいならわかる。何せわらわは巫女じゃからな。改めて客人に厚く感謝を述べる。わらわはスクナ姫、灰の巫女と呼ばれておる。よろしくの。灰の巫女、スクナ姫様、こちらこそよろしくお願いします。かか、堅苦しいのはなしじゃ。そなたらは恩人だからの。であろ、琴代。私からも協力感謝する。あなた方のおかげでこの地を守り通せた。さて、それじゃあわらわは、そなたらが守ってくれた社でもう一眠りするとするかの。お待ちください、スクナ姫様。ハルコタン各地でいさかいが。いやじゃ待たぬ。わらわは眠いんじゃ。だから今すぐ寝るんじゃ。失礼、見苦しいところ。ああ、うん。
理解が早くて助かる。ジグさん、何かおかしなところない？そうは言われてもわしが見る限り損傷はない。修繕は完璧のはずじゃ。でもなんか違うというか、ちょっと戦ってみてわかったんだけど、こう感覚が違ってて。言いたいことはわかる。今のクラリッサからは底知れない力のようなものを感じん。以前修繕した時ともまた違う。あの時は力が目覚めていなかった。今回は失われたと言うべきか。どういう表現が正しいのかわからんが、何にせよ以前のような力はなさそうじゃ。そっか、なんでだろう。それはおそらくシオンがいなくなったからだろう。創世記はマザーシップより力の供与を受け、驚異的な性能を発揮していた武器だ。マザーシップのシオンの力を失い、今は全ての創世記が能力を落としている。まあ確かにの。あの程度の性能でよければわしにでも作れるほどじゃ。マザーシップの力なしで使った世の果ては壊れてしまった。それもただの一度の使用で。創世記にはそれだけマザーシップのシオンの力が重要だったということだ。それにクラリッサについては我々の持つ創世記とルーツすらも異なる。形が残ったことがすでに奇跡だ。おそらくその力元には戻るまい。じゃあこのクラリッサはシオンさんの形見みたいなものなんだね。そうだな。してレディアス、わざわざ来たということは例の話がまとまったのか。ああそうだジグ、シャオの許可は得た。新たな創世記の制作を依頼する。ふん、簡単に言ってくれるの。だが刀匠としてその依頼受けない理由はない。ああそうじゃ、良ければそのクラリッサももう一度修繕してみるか。仕組みを作り変えれば以前とまではいかずとも近い力を取り戻せるやもしれん。ありがとうジグさん。でも私はこのままでいいや。このクラリッサと一緒にいる。現在。